私と先輩は、コンパスや装置の調整を手伝うために雇われているの。昨夜は耐圧試験のために、一晩中雲来の海を漂ってた。残業手当は出します。おはよう。お二人ともご自分の意思で来られていますし、契約時にだってわざわざ説明していますもの。本当に隙がないな。つまりその手当の一つがおごりってわけか。だからやってくるなり高いご飯を注文したのかよ。何でも注文していいんですのよ。なんて機会はなかなかないからな。それではまず、ファルザン先輩、私ももちろん一番高い料理でねぎらいたいと思っていますわ。あ、ですが高いからといって美味しいとは限りませんの。リーウェイ料理で一番高いのは海鮮をたくさん使う料理か、手間暇がかかる料理だと聞いたことがありますわ。でも私たちは何日も海の上で揺られていたのですから、この上魚やエビやらを食べても美味しく味わえないでしょう。言われてみれば確かにそうじゃの。